対戦から15年、一人の冒険者が船に揺られていた。依頼により島を訪れたこの日は、壮大な冒険の始まりとなるのだ。Thank you.
じさんはとっても頼れる人なんだよ。すごいでしょ。こちらを案内しますね。何かしら。もうすぐだよ。あれ？他の人もいるみたいだね。抵抗はおやめなさい。私はあなたが思うような悪人ではないわ。じゃあ俺の客がここに寝転んでるのはどうして？下賤な人間ごときを高貴なる精霊であるあなたが気にする必要はないでしょう。それにこの私に従えばかつての身分を取り返せるわ。自分も亡くなった家族のためにも。私につきかつての主を捨て我が騎士になると誓いなさい。これ以上は時間の無駄だ。今すぐこの島から出て行け。
そう、これ以上は時間の無駄ね。正解に連れて帰ってから考えましょう。さあ、彼を捕らえなさい。やめて、サムエルおじさんをいじめないで。また邪魔が来た。早く捕らえなさい。他の者は好きにすると。騎士だからこそひざまずかせる価値がある。はあ、和解はできそうにないね。あなたの力を貸してあげる。だから私を信じてほしい。もし生き残っているなら、すべてはあなたから。あなたにはわからないだろうけど、私が選んだ9人目の聖騎士。ふざけてるのかしら。アイドルの剣、アイドルの剣を召喚するんだ。精霊降臨。さあ、行くよ。
一緒に楽しみましょう。